美しい犬、林芙美子。遠いところから北風が吹きつけている。ひどい吹雪だ。湖はもうすっかり薄氷を張って、誰も船に乗っているものがない。ペットは湖畔に出て、さっきから吠え立てていた。ペットはモーリスさんの捨て犬で、いつもモーリスさんの別荘のポーチで暮らしている。野尻湖畔のモーリスさんの別荘へ来た時は、ペットはまだ色つやのいいたくましい体つきをしていた。モーリスさんは戦争最中にアメリカへ一家族で帰ってしまった。ペットは柏原の荒物屋にお金をつけてもらわれてきたのだけれども、一週間もするとつながれた鎖をもぎ離して、ペットは野尻へ逃げていってしまった。それからはモーリスさんのお隣にいた白系ロシア人ガブラシさんに可愛がられて暮らしていたのだけれど、終戦と同時にガブラシさんも一家族で横浜へ行ってしまった。ペットはガブラシさんにも別れて、食べ物もなく、すっかり昔の美しい毛並みを失って、よろよろと野尻の湖畔を野良犬になって暮らしていた。ペットはポインターの雑種で、茶色の大きい犬だった。好きな主人に離れ、その次のガブラシさんにも離れて、今までの楽しい規則だった生活から離れて、だんだん体が弱くなっていった。冬になるとモーリスさんは東京の麻布の家でペットをストーブのそばに置いてくれたものだけれど、そして野尻でもガブラシさんは冬になるといつもストーブのそばにペットを寝かせてくれたけれども、終戦になってペットの好きな人が誰もいなくなってしまうと、ペットは初めての冬を本当に哀れな格好で暮らさなければならなかった。疎開の人たちもまだあっちこっちの別荘に残ってはいたけれど、ペットを飼ってくれるような親切な人は一人もいなかった。ペットは時たま野尻の町を歩いて、家々の台所口から覗いて、何か食べ物はないかと、そこにいる人々に哀れみのこもった目を向けるのだったけれども、誰もし、しっと叱るだけで、ペットに
食べ物をくれる人は一人もない。それでもペットはどうにか食物を漁って、その日その日を暮らしていた。秋の終わり頃、野尻の別荘地に見慣れないジープが一台来て、アメリカの兵隊さんが湖畔で船を出して遊んでいた。ペットは久しぶりにモーリスさんによく似た人に巡り合ったような気がして、ジープのそばへ走っていった。ジープに残っていた兵隊さんがペットを見ると、口笛を吹いてビスケットを投げてくれた。ペットは激しい嬉しさで、その兵隊さんの手へ飛びついていった。何年ぶりかで、ペットは美味しいビスケットをもらって、ちぎれるように尻尾を振って、兵隊さんにじゃれていた。ペットはとても嬉しかった。やがて日暮れがた。ジープは船遊びの兵隊さんを乗せて町の方へ戻っていった。ペットはジープが見えなくなるまでその後を追って走っていったけれども、とうとうジープを見失ってしまって、ぼんやりしてしまった。ペットはまたモーリスさんのいないポーチに戻らなければならないと思うと、寂しくて悲しくなってくる。いつの間にかまた冬がやってきて、夜分なんか寒くて、ペットはポーチのゴミくずの中で何度となく目が覚めた。それでも我慢して、ペットは毎日食べ物を漁って暮らしていた。時々ペットに食物をくれる本田さんというお医者さんも東京へ行ってしまった。寒くなると疎開者の人がほとんどいなくなって、別荘地は荒れ果てたまま、まるで無人島みたいに寂しくなっていった。ペットは腐った床板の剥がれたところから潜って、板の前出て、昔モーリスさんがよく本を読んでいた部屋へ入って、部屋の隅っこへもぐもぐと薄くまって寝るようになった。ペットもこの頃は年をとって歯が抜けるようになり、足元もふらふらして、この冬を満足に過ごせるような元気さがなくなっていった。ペットは、なぜモーリスさんが自分を捨てていったのか、少しもわけがわからない。思い出は楽しくて、夏の夕方、ポーチの食卓で、ポータブルにレコードをかけながら、美味しい肉片を
モーリスさんから掘ってもらった記憶など、ペットは時々懐かしく思い出すのだった。モーリスさんの奥さんは、朝はオートミールに牛乳をかけて犬小屋の前に置いてくれた。その犬小屋も柏原へ運ばれて、今はペットの住居はここにないのだ。野尻に雪が来て、湖が薄皮をかぶったように少しずつ凍っていくと、ペットは寂しさで耐えられなくなって、毎晩湖畔に降りては水に向かって吠え立てていた。走ったり吠えたりすると少しばかり体が熱くなるから。時々お天気のいい日は小鳥を追って、それをペットはモーリスさんの別荘に運んで、ポリポリと骨までかじって食べた。捨てられた赤錆びた缶詰の匂いを嗅ぐと、モーリスさんの匂いがして懐かしかった。雪が深くなるにつれ、湖畔のぐるりは白い屏風を立てかけたように、樹木も家も深い雪に埋もれてしまう。今日も夕方から激しい吹雪でじっとしていると、ペットは体中が凍りそうなので湖畔まで走っていき、凍った水の上を見て、ボウボウボウと吠え立てていた。周りはすっかり暗くなっているのに、雪はでんぷんをまき散らしたようにすさまじく吹き荒れている。ペットは朝から何も食べてはいなかった。昼ごろ大久保村まで食物を漁ってみたけれども、何も食べ物がないので、いつものように野ネズミを追ってみたけれど、雪が深いので野ネズミも出てはいない。湖畔に出てしばらく吠え立てていたペットは、急に後ろ足が痛くなってガクンと雪の上にへたばってしまった。ペットは熱い牛乳を飲みたいと思った。今年の冬はどうしてこんなに人がいないのだろう。たまに人のいる別荘を探してみても、そこの人たちはペットを棒で追ったりして寄せつけてはくれない。ペットは足を引きずりながらモーリスさんの別荘へ戻ってきて、また床下からいつものところへ潜っていった。部屋の中は真っ暗で、時々壊れたガラス戸を揺すって吹雪が激しい勢いで部屋の中へ吹き込んでいる。
しばらくすると、ほのかな雪明かりで、暗い部屋の中がおぼろげに見えてくる。ペットは2階へ登ってみた。藁のはみ出た広いベッドが窓際にある。ペットは足を引きずりながらベッドの下に潜り込んでみた。ペットは時々頭を窓辺に向けて激しい吹雪に吠え立ててみたけれども、窓を叩く雪まじりの風は少しも静まらない。ペットは泣きたくなるほど寂しかった。天井から蜘蛛の巣だらけのカーテンの紐がぶら下がっている。ペットはしばらくその紐をガリガリと噛んでいた。紐を噛んでいるうちにペットは気が遠くなっていった。綺麗なろうそくの明かりのような五色の光の色がペットの儚い目の先にチラチラするような気がしてきた。部屋に吹き込む吹雪はいつの間にか小さい蝶々のような天使の姿になってペットの体の周りをぐるぐる手をつないで回り始めている。ペットはいい気持ちだった。モーリスさんが大きいパイプをくわえてピアノを弾いている姿やペットにジャンプを教えてくれた。カッと照りつける夏の日の思い出がペットの頭に浮かんできた。時々神様のようなお声で、ペット、眠っちゃいけないよ。元気を出して、今に春が来るまで、もうしばらくの我慢だよ。と言っているようだ。ペットはうとうといい気持ちになってきた。春になってアメリカからモーリスさんは注意さんで日本へ来た。近いうち野尻へ行くという便りが柏原の荒物屋さんをびっくりさせた。荒物屋のおかみさんは掃除道具を持って大きい息子と二人でモーリスさんの別荘へ来てみた。鍵を開けて2階へ上がってみるとモーリスさんのベッドの下でペットが見る影もなく痩せさらばえて死んでいた。別に鎖もしないで平和な寝姿で横になっていた。バケツを下げたおかみさんは、まあベッドがこんなところにいるよと言って泣き出してしまった。
おかみさんは、主人の家を忘れない優しいペットを見て、本当にすまないことをしたと思った。